あ、あれか。よう。ちょ待て。これ、ジェールに入ったらパブロとかいうやつじゃねえの？あそこにいる男は見えるかい？彼は再起動されたんだ。俺は記憶を失いたくない。怖えよ。ほん。あ、再起動ってこれ、人格抹消されて、また新しく生まれ変わるとか、そういう話なんだな。なんか、あれだね。本当になんか、ディストピア的なそういう世界観なんだな。ここ。ちょい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 。よう。よい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 よ。よいよ。中入ってきたまえよ。よし。よし、黄色になった。で、この隙に、ドアを閉める。よし、オッケー。これで大丈夫だろう。な。で、再起動されたってもしかしてこいつのこと？このリカバリーセンターで俺は最高品質のロボットに生まれ変わった。今は頭脳明晰で模範市民の一人だ。こんなぶっ倒れた状態でそんなことをのたまってるの怖いな、なんか。またやれって話か、これ。ちょっと待ってくんない？ちょっと待って。ちょっと待って。あー、黄色ぐらいで行かなきゃダメだよな。だから、ちょ、いや、早い、こいつら。早すぎ。早いって。オッケー、こっちは閉めて。閉めた？オッケー、閉めた。で、こっちも閉まってる。よし。これで大丈夫だろう。やーぶねー。2回目でなんとか、あれ？なんか立ち上がってくるやつがいる。なんだあいつ。よ。ああ、お前は何をやらかした？そりゃおかしい。お前の頭ちょっとおかしそうだな。関わるのやめとくわ。ここに入ってるやつは何かしらちょっとイカれちまうんだな。ここは？気をつけて、まだ終わってないから。あ、はい。いけない？なんか、何やってんだお前。鍵、合う鍵ない？もしかして。あ、ちょっと待って。こっちから行くやつじゃん。いや、なんか長えなーって思ったら。で、ここで、これで開けるってことね。はい。こっからがようやく入り口か？ここの、このドアね、このジェイルからは、脱出するにはここしかない。はい。向こうにあるコントロールルームから開けられると思うわ。あの部屋への行き方を見つけないと。ちょっと辺りを探してみましょう。コントロールルームからなんかレバーガチャンコしてどうにかするっていう話か。とりあえずなんか行けそうな場所。なんか、ここ開けれる？いや、違う、詰めときだ。バカ野郎。こんな、車で詰めときすんじゃねえ、マジで。いや、でもちょっと待って。なんか鍵刺さってんの、ここ。これ鍵どうにかならない？お！ラッキーね。あいつらドアにキーをつけたままだわ。トラックの後ろに乗って、そこからフェンスを飛び越えて安全エリアに行けるはず。オッケー！お前免許ちゃんと持ってるか？ちゃんとこのトライク運転できる？オッケーオッケー。乗っとくわ。よし。ちゃんと持ってた、免許。あ、いけた。よし。エンジン音で気づかれないといいな、本当に。オッケー。よいしょ。もうそのままさ、もうその車で出ちゃおうぜ。なんか警報鳴ってるし。さっさと車で出よう。やばいと思うからさ、マジでなんか。やばいからさ、マジで。ちょっと待って。ちょっと待って。危ね。いやー、それはないって。危ね。よし、オッケー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 。走れ走れ。えぐいって。俺の方に行くか、来ないでくれ、マジで。危ね。蛇行しろ、蛇行。これ蛇行しないとマジまずい。一発で曲がったら死ぬから。すい、オッケー、倒せ。なんだ？なんかムービーが変わった。オッケー。いや、えぐい運転してるって。まずいって。誰か死ぬぞ。誰かしら死ぬって。引いちゃうよ、マジ。いや、でもえぐいドライブテク、えぐいドライブテクしてる。よし、オッケー。ちょっと待って、お前は一緒に行かないのか？メアリフェを振り切って逃げるのは不可能。
少しの間は私が奴らの気をそらすから、その間に行って。アウトサイダーのマニフェストはいかなる犠牲を払ってでもアウトサイドに行けよ。私が書いたの。ああ。いやでも、お前捕まったら再起動されちまうんじゃないの？もうあなたは私たちの仲間よ。みんながアウトサイドに行く必要はない。でも私たちのうちの誰か一人でも行かなければならない。地下鉄の木。さあ行って、私のラムにあなたを記憶しておくわ、小さなアウトサイダーさん。マジかー。いや生きろよマジで。ちゃんとそのラム保存したままだよ。行くしかないか。乗ろう電車。確かさ、あれだろ、なんか一番最初にアイテム使ってそうだなってなってたところだろう、多分ここだろう。ここにバッテリーをガチャコ、あ、キーじゃなかったわバッテリーだった。こんなところでも猫コーポレーションなんだなこの猫コーポレーションとかいうやつ絶対なんかさ、この世界でのなんかアンブレラ的なあれだろ、なんかバイオハザードのアンブレラみたいなさ、もうクソ会社でしょマジで。オッケー、乗ろう。あいつの犠牲を無駄にしないために。さあ次のところ行こうじゃないか。もうこの次行ったらアウトサイドなのかね。そしたらもうなんていうか、このゲーム終わっちゃうけど、いや違うよな。でもモモ以外のアウトサイダーの3人にはもう出会ったよね全員。ん？コントロールルーム。お、止まった。いや眩しい。いやただの蛍光灯か。ちょ出してくれる。お、なんか真新しいやつがいる。なんだこのピカピカのやつ。今までのやつサビだらけだったのに。こんにちは、何かご用でしょうか。ヘルパー47。名前がない。え、てかなんか、え、めちゃくちゃ綺麗、めちゃくちゃ綺麗なんだけど。え、ごきげんよう、ウォールシティ99の住人さん。ウォールシティ99、それってもしかしてあのそのインサイドのことか。この辺にペンキを塗っています、ご注意ください、良い一日を。あ、植物がある。植物があってこんなに綺麗ってことはさ、ちょっと待って、もう地上出たらそうなんじゃねえか。え、あ、いやまだっぽいなこれは。え、でもちょっと待って、あ、今まで来た街の様子だよな。相当上まで来たってことだよな。じゃあなんて言うんだろう、いやアウトサイドにさ近いところに到達したっていう感じはすごいするんだけどさ、なんかなんかな、ちょっと寂しいな。このロボットたちもさ完璧になんか道具として働いてて、決まったことしか言わないし、人間味もクソもね。名前もヘルパーで数値振られてるだけ。なんか今までのやつらと全然違うな。今までのとこと全然違う。ここは？こんにちは、ウォールシティ99の住人さん。外に出るドアは現在規制によりロックされています。何かリクエストがあればコントロールルームの公認エンジニアにお問い合わせください。公認エンジニア？どっかにいんのかそういうやつが。こっかね、多分ここだろうな。これか、開けれる？コントロールルームはセキュリティプロトコルによりクローズされています。人間だけがアクセス権を得られるようです。無理ゲーじゃんそれ。しかもセキュリティプロトコルは私のことを人間と見なしていないようです。失敬だ。いやお前は人間じゃねえよ。私たちが協力すればこの通路を通れるようにできるでしょう。協力すれば、え、てかじゃあさ、これあの何スラムとかさ、何そのミッドタウンだとか、何あのアントなんたらとかいう場所にいた
あいつら、あのロボットたちさ、たとえここにたどり着いたとしても、じゃあ無理じゃん。いけないじゃん。だって、人間じゃなきゃ通れないんだろ。え、無理でしょ。ロボットだけじゃ絶対にアウトサイドにたどり着けないようになってたんだな。え、ちょっと待って。これ、どうすりゃいいの？あ、あったわ。これだ。よし。これで、ここをやって、こうよ。ほら。あ、ちょっと待って。これ、そういうことか！おらん！よし。これがハッキングだ。